優性戦熟の尾花きつぼみ花の形白い花もある。気境は気境科の多年生草本植物。山野の日当たりの良いところに育つ。日本全土、朝鮮半島、中国、東シベリアに分布する。根は太く、紅白色。草丈は50から100センチメートル程度。葉は一般には五星で先は尖っており、円に巨子がある。仮面はやや白みがかっている。 秋の花のイメージが強いが、実際の開花時期は6月中旬の梅雨頃から始まり、夏を通じて、初秋の9月頃までである。つぼみが、徐々に、緑から青紫に変わり裂けて、星型の花を咲かせる。死誘導花だが優生千熟であり、まずおしべが成熟して花粉が出て、その後に、めしべが開き中等が受粉可能になる。これは、 竹樹粉の可能性を高めるための仕組みで、気境は、有生先熟の特徴を観察しやすい植物である。果敢は交渉系で、5列、計4から5センチメートル、おしべ、めしべ、花びらは、それぞれ5つである。なお、園芸品種には、白色や桃色の花をつけるものや、鉢植え向きの草丈が低いもの、二重咲きになる品種や、つぼみの状態のままほとんど開かないものなどがある。 俗名のプラティコダンは広い釣り金を意味する。種照明のグランディフロレスは大きな花のという意味である。なお、つぼみが風船のような形状であるためバルーンフラワーという英名を持つ。気境の根気境の根はサポニンを多く含むことから木薬として利用されている。生薬としては根が太く内部が充実し、えぐみの強いものが良品とされている。主な産地は 韓国、北朝鮮、中国である。鎮外、巨炭、排能作用があるとされる。代表的な漢方処方に気経油がある。炎症が強い場合には、石膏と気経の組み合わせが良いとされ、処方例として、詳細小湯か気経石膏がある。鎮外巨炭の漢方処方には、清志廃湯、竹温炭油、三イケル・インなどの漢方包材がある。絶滅器具ル類。 ありがとうございます。